田島清志郎です。なんかね、村上春樹さんっていう人、まあ僕その人のなんか本は読んだことないんですけど、なんかあの人もなんか1日にね 10枚かな、10ページかよくわかんないけど、銃にまつわる、あの違う、銃にまつわるだと全然話が肥大化しちゃうな、10枚なんか原稿通ってるらしいのね。いやそのね、いや俺が今からする企画とそれを比べるわけじゃないけど、絶対1日決めるっていうのを面白いなって思って、俺やっぱその自堕落な生活をしてね、もう自分がやりたい時にやる、それじゃダメだと思うんですよ。やっぱり YouTube 界を駆け上がれないということで、今日から僕は、YouTube にネタを10個ずつ、考えないとあの動画やめれませんっていうね、あのやつ作ります。で今あの始まってます。もうシャーペンでいいかな、ね、スマッシュね、スマッシュです。スマッシュはやっぱはじめ社長の影響で買いましたね。おうおうおう、そのなんだこれって、ある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 っていうね、ある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 っていうね、ある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 ってものがないのに、ある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 のあるあるっていうことで、今日は、5月あちょ6月4日、今6時19分スタート。スマホでやった方がいいかな。ある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 っていうね、ある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 っていうね、もうなんかあるってなんだっけっていうね。で次はない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 っていうね、いな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 い6時20分6時19分の案ということでね、ちょっと待って、ねここにバシコンって時計映し出してえな、ういここにね、どうしようかな、ネタ2個できたな。うわすごいな、暴れん坊だな。いや俺が暴れてるだけなんですけど、何しようかな、まあ、2個できた。あるあるはちょっと1回抜け出そうか。何しようかな、今流行ってるもん何だったっけ。ちょっとカムイトラッカー見てみるか。なんかカムイトラッカーはね、成瀬さんがねいいよとは言われてはないけど、ネタ会議までねやっちゃうって、いやいいんですよ、もうどうでもいいんで、僕は動画が撮れればいいんですよっていう、そのネタ会議まで作っちゃうっていう、そのね、みんな、その期待感が高まっちゃうから本当はやんない。これがね、僕がもしすごい人気になった時に、みんなの期待を煽って煽るだけ煽ってクソ動画作るっていう、すごいね、拷問みたいなことしちゃうわけですよ。YouTube 分析、ログイン、インログ、やっぱやめた、ちょっとログインできねえ。あ、普通に面白いわって言ってくれてる人がスパムに入っちゃってる。やっぱ入ると思った。承認しておきます。はい、承認しました。普通に面白いわっていうので、面白いって言ってくれるのすごい嬉しいんで、で面白い3000回くらい言ってよって言ったらね、もう本当にやってくれてるんで、まあやってくれるだろうなとは思ったけど、本当にやってくれてるっていうね、優しい心の持ち主ということでね。あー何しようかな、やべえな、今何が起きてる世界でいやスケールでかくなったの。鼻水が、あやばいな、もう2個で止まった。やっぱシャーペンの方がいいねあそうだ、またしっかりとあれやるか、オリジナル変顔、なんだ、オーダーメイド変顔を作ってみたっていうね、オーダーメイド、オーダーメイド、メイドイン、はじま変顔をメイク今6時23分だね、23分、3個できましたね。
あと何しようかな。モノマネシリーズもなんかやっとこうかな。どうしよう。3つでね、終わっちゃいましたね。ばあさんになったマリリンモンロー天国ブルース。ああ、また、リベンジ企画、本読んでみた。まあ、これ俺1回したことがあってね、その時ね、20分くらいで終わったんですよね。頑張って、リベンジ企画もね、もう何でもお前いいんだなっていうね。リベンジっていうね。お前のリベンジ誰も見たくないよって。本読んでみた。大悪党 TV まではできたな。あ、ツイッター雑談。ツイッター雑談、これシリーズですね。前々からやろうと思ったんですけど、まあ、ツイッターっていろんなツイートが流れてくる。バズったツイート、あ、6時24分だよね。6時24分、本読んでみたら、まあ、6時24分かな。適当だな。全然もう時間知るし、途中からやめてるっていうね。耳クソジリホジリホしてみた。てみたって多いよね。だからこの動画、これは耳クソジリホジリホっていうのはね、こうジリホ、まあこれ耳クソジリホジリホって書いてあるけど、普通に雑談です。雑談、タイトル考えるみたいな。企画を考えてるわけじゃないんですよね、はっきり言って。でモノマネ何しようかな。無のモノマネしてみた。無ですよ、もう無はもう無ですからね。のモノマネ、モノマウになった。じゃあもう無のモノマウにしてみるか。やべ、ダメですね。無のモノマネですね。6時26分まあいいや。まあモノマネシリーズは強いんだよね。意外に見てくれると多いんですよ。あ、最近なんかパラレルワールドの鬼教官のモノマネっていうのが伸びてね、俺の中でね。まあ本当にその世間一般的に伸びたうちに入らないけど、買っててて、あ、マラカス買っててて、あ、でもやぼつだな。ばあさんになったマリリンモンロー天歌い出すのやめてください。愛について考えてみたっていうので、むちゃくちゃふざけるって面白くない？あ、いいねいいね。愛について考えてみた、愛について考えてみた。見た。6時、その前に。6時27分と。ふざけるって。愛について考えてみたって。でも、意外に結局真面目に考えるんだけどね。西野や、あと日光。モノマネシリーズだよな。どうしよっかな。うん、日常生活における腕組みシーズン4、あれなんだそれ。何しようかな。
何しようかな天の神様のゆゆゆゆゆってね、やる気ないなお前ってね。モノマネなんかしたい、モノマネないもんな。宇宙のモノマネしてみた、やるか。宇宙のモノマネしてみたって言って、最終的に宇宙とは、私は宇宙であり宇宙は私である、みんなは宇宙であり宇宙はみんなであるっていう、みんなは宇宙であり宇宙はみんなである、だから私は佇んでいるだけで宇宙みたいなオチでね、やるか。じゃあ宇宙のモノマネでね、そういうこと言って終わるって言って、いや寒いよね。ただお前モノマネしたくないだけでね、宇宙のモノマネしてみた。でもしてみたって、そのなんか移住 YouTuber 一番バカにしてるやつのさ、してみたじゃん。してみないなないないなないないの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 ないないの、ふんばらふんばらふんばら、うん、目力ってみた、からってみた、これ見んだよみんな、こういうこんな感じだよ、うん。どうも皆さんこんにちはみたいなね、もうこれでいいんだけどね。目力って見た、6時29分多分これ6時28分だろ、雑だな。はい、ということで、10個アイデア、集まりました。もう一度言います、ある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 っていうね、ある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 のあるあるっていうね、ある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 のあるあると、ない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 のないないっていうね、でメイドインはじま、変顔メイク、メイキング、まあ作るよ、まあこん、うんうんうん、もうこういうんだよね、うん、なんかさ、やっぱその俺は俺であるための変顔みたいな、我が我であるためのね、あの変顔を作っていこうと、うん、やっぱりそのこういうね顔のやつ、比較的ちょっと変な顔のやつがね、あの変顔やったってね、その差がないんですよ。変顔って差ですから、やっぱり、うん、差なんですよ。でこう、もともと変なやつがね、変な顔したからダメなんでね、で顔が整ってる人がやることによって、それは変顔に成立するわけであって、もうベースが変なやつ何やっても変なんで、もう大変にやったところでも変、小変、中変、で俺のベースはもう変なわけよ、3つ、まあ、もう長編、ウルトラ編、大宇宙編、大次元編、現世編みたいな、なんかもうとんでもない飛び級編を出さなければ変顔になれないと。でリベンジ本読んでみた、あの本が何冊かあるんでね、読みます。はい、それだけ、まあ、シリーズもんですからね。でツイッター雑談、まあ、僕ツイッター大好きなんですよ。でツイッターに流れてくるねツイートを、これがパスくっついかどうかとかも言ったりしたりね、そのリプランのやつに対しても雑談していこうと。で耳くそじりほじりほ、耳くそ、まあ、鼻くそほじってるわって言うけど、鼻くそほじれないだろうって言うけど、お前は鼻をほじるためにほじってるのかって話なわけですよ。鼻くそほじってるわって、じゃあね、正解なようでね、あの正解じゃないようで正解なんですよ。お前は鼻をただほじるためにほじってるのかと、鼻くそを採取するために、だから鼻、言うならば鼻くそをほじってるんじゃないかと。鼻をほじるためにほじってるのか、鼻くそを採取するために、だから俺の場合は鼻くそをほじってるんですよ。うん、そういうことで、それでね、耳くそじりほじりほっていう雑談です。はい、で無のものまね、もう無のものまねはこうです。でおしまい、耐えきれないんで多分5秒くらいで終わりかな。で愛について考えてみたって言いながらね、めちゃくちゃふざけるって10分くらいねと言いつつ、全然ふざけないんですけども、宇宙のものまねしてみた。なんで宇宙って、だからちょっとそれは考えます。中身については後々な、まあ、宇宙ってなんだろうな、プワワワワーンってやるかな。じゃあ僕がもう宇宙ってこんなんだろうなーって言って、まあ宇宙の、うん、まあ僕は宇宙なんでねみたいなね。だからはじまがはじまのモノマネしてみたみたいな、そんなもんですね。で目力ってみた、あ本当もこう考えようとした時に出る曲ゴミだな。まあね、目力ですよそんなもん、大体目力で解決できるということで、もう目の力をね、眼力ってみたっていうか、まあ目力ってみたですよ。見るだけ、もうカメラを。で、それでね、見るだけ、もうそれだけ。そんだけ。はい、あざした。あざしたディザスター。ララララ。